ここからは特集です。今日のテーマはこちらです。脱プラが世界の潮流、日本企業は追随へです。ゲストをご紹介いたします。プラスチックごみの汚染など環境問題に詳しい日本経済新聞編集委員の久保田圭介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この数年、世界的に 脱プラスチックつまり使うプラスチックの量を減らそうという動きが盛んです背景にはプラスチックごみによる環境への影響がありますこういった影響ですとか問題というのは具体的にどういったことがあるんでしょうかえ、あのこの問題が注目された発端は海洋汚染海洋海の汚染なんですね、えー、あの捨てられたプラスチックの一部が海に流れ込んでですね、えー、で流入量は世界の海で年間約2000万トン これ車にだとで換算するとです、ね、年1000万台にも相当する量なんですで2050年になるとです、ね、海にいる魚の総量よりもむしろプラスチックごみの方が上回ってしまうという推計すらありますで特にそのマイクロプラスチックというこの粒子状のプラスチックあるいはその砕けたプラスチックが問題でこれを海の生物生き物が食べて大量死するという問題が起きています。 でここにきて懸念が強まっているのは温暖化への影響なんですねでえプラスチックは石油が原料ですしこの石油の掘削からプラスチックの生産流通廃棄までトータルで考えると CO2 をかなり排出してです、ね、プラスチック1トン当たり CO25 トン以上排出するという。 あ,の研究結果もありますあともう一つ汚染物質としての問題もありましてプラスチックには紫外線や熱にさらされても耐えられるように添加剤が使われてるんですねでその一部にその有害性がある物質が含まれていてです、ね、これも無視できない問題になってます。 こうした問題に対して特にヨーロッパの企業が脱プラの動き加速しているようなんですがもちろん日本企業も頑張っています例えば日本マクドナルドやスカイラークホールディングスはプラスチック製のストローやカトラリーの使用を減らす対策をまたリサイクル技術の開発も進んでいますキリンやサントリーの大手飲料メーカーはペットボトルからペットボトルへリサイクルするための技術開発を行っています 久保田さんから見て、こういった動き、どうご覧になってますか。え、あの、世界を見るとですね、あの、例えば日用品大手のユニリーバーですとか、あの飲料食品でもコカコーラ、あるいはネスレといった会社、あのグローバル企業はですね、非常に先進的にな取り組みを見せています。 でまあ、あの日本企業はこれに追随する形なんですね、で海外企業の特徴はあの、この問題を環境問題というよりはだけでなくて、ですねあの経済・経営の問題として捉えている、でつまりあのサーキュラーエコノミーという言葉があるんですが、まあ、循環型経済ですね、これに移行する資金石だというふうに捉えているんです。 でえっと、循環型経済は、まあ、あの資源は限られているのでそれを本当に無駄なく有効に使おうということが重要で、まあ、プラスチックはやっぱり残念ながら使い捨てのものが多いのでこれに反してしまうであのロシアのウクライナ侵攻の時にです、ね、あの資源高の問題とか資源の調達難の問題が起きましたよねでこれも1つの背景になって脱プラスチックに動いている。 あともう一つ重要なのが国連はあの最近地球の三重危機器トリプルクライシスということをしきりに その危機を訴えてますでこれはやっぱり今気候変動どうしても気候変動ばかりに注目が集まりがちなんですけれどもそれ以外にも生物多様性の損失ですとかあるいは化学物質の汚染これももう憂慮すべき問題でここに同時にやっぱり合わせて対応していかなきゃいけない。でプラスチックとこの3つ全てに関わってくるんですね。はい、でそこへのの警戒のあの 高ままりりが背景にあります、うん、世界に追随する形で日本企業も取り組んでいる、ここまでその効果っていうのは、いかがなものでしょうかえあの企業の取り組み、やっぱり鍵を握るとは思うんですが、効果はまだ限定的です、すやっぱりプラスチックっていうのは製品の種類がもともと多いですし、まあ、生産に加えて加工業者となると中小企業がやっぱり多いんですね、でそうすると大企業の一部の取り組みだけでは、まあ、やっぱり問題は解決しない。 で、あのとは言いながら、その大企業の動きでもやっぱり一種転換点注目すべき動きが出てまして。まあ、そこから先もで出てきたキリンやサントリーの動きで、これはあのペットからーボトルからペットボトルだけじゃなくて、非常に幅広い動きを見てます。で、これはあのこういった企業の環境報告書を見ると。えー、やっぱり地球の三重危機というのを意識して。で、これに対応するには、あのサーキュラーエコノミーの考え方を取り入れなければ解決しないよ。という、まあ、統合的なアプローチで。解決。 探る解決策を探るこの視点が出てきていることはとっても大事だと思います。